このところウクライナの最前線においてロシア軍の T-90 戦車がよく見られるようになり、攻撃を受けて破壊される動画や画像が SNS などで散見されるようになっているよね。このことはロシア軍がこれまでは T-72 や T-80 などを主力として、最新の量産型である T-90 を温存する傾向にあったものが、T-72 や T-80 の損失が大きくなり、モスボール保管されていた古いタイプを回収した上で最前線に送り込んでいたものが、その在庫すら枯渇したためにさらに旧式の T-62 や T-54-55 の保管在庫まで引っ張り出していたよな。それがここ数ヶ月においてはこれまで損失が多かった T-80 などの損失が減少し、最前線で破壊される T-90M が60両ほど確認されるなどして、これまでと比べて極端に増加しているというぜ。そうだね。さて今回はロシア軍の T-90 戦車の損失増加について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の件に関して10月10日のフォーブスジャパンに、ロシア軍の T-90 の損失が急増しているのは、ロシア国内の戦車製造工場が戦時体制によって T-90 の増産に取り掛かっているためだと主張する軍事評論家の記事が掲載されているよ。その記事によると、最前線において T-90 の損失が急増している理由は、ロシアがウクライナ侵略を開始してから1年と9ヶ月目となった今になって、前線に配備されている T-90 が増えていることと関係しているとして、ロシア軍の T-90 の損失数が増えているのは配備されている T-90 の総数がここに来て増えているためだというんだ。ウクライナ侵略以降、想定していなかった数の戦車を失ったことで、慌てて古い在庫を引っ張り出して対応したが、この記事ではそれはあくまでロシアの軍需産業界が戦時体制を取り、西側諸国からの輸入に頼っていた高品質な電子機器などの制裁が強化されたことに対応して、代替品を増産できるようになる間の応急処置であるとしているな。さらに記事では、ロシアはこの2年ほど戦車の生産を増やす動きを見せていて、その取り組みが実を結びつつあり、西側諸国の制裁対象の一つであるフランス製光学機器については、国産の機器開発が進み代替品が登場しているとして、国内における戦車生産に支障がなくなったことを指摘したぜ。そして、これまでは現行の現役戦車である T-72B3M と T-90M を製造する工場がスベルドロフスク州のウラルバゴンザボード工場だけで、このウラルバゴンザボード工場ではウクライナが提供されているドイツ製のレオパルト2や、イギリス製のチャレンジャー2にアメリカ製の M1 エイブラムスなどの西側諸国製の新型戦車の総数に匹敵するとされる T-90M を、わずか6ヶ月の期間で製造することができるとされ、それに加えて現在では、シベリアにあるオムスクトランスマッシュ工場において T-80BVM の生産を開始するために生産設備の一新を進めているとしているね。このことを裏付ける報道としてアメリカのメディアである CNN が今年の4月に、ウラルバゴンザボード工場の戦車生産数が推定で月に20両前後のであると思われると報じていることを挙げたほか、ウクライナの軍事専門サイトであるディフェンスエクスプレスが、ウラルバゴンザボード工場に加えて、オムスクトランスマッシュ工場と改修されて戦車製造を開始した様々な事業所などにおける、戦車の新規製造数が全体につき90両の戦車を生産する能力を持つ可能性があると報じたことをこの記事では取り上げていて、もしディフェンスエクスプレスの数字が正確であれば、ロシアは戦闘によって毎月損失する戦車の数をほぼ補える T-90、T-80、T-72 の新型タイプの戦車を最前線に送り込むことができるとしているみたい。ロシアのウラジミール・プーチン大統領はロシア人ジャーナリストとのインタビューで、ロシアは今後3年間で1600両以上の戦車を生産し、近代化すると述べていて、これはつまり年間500両以上のペースで戦車を生産するということになるんだ。かつて旧ソビエト連邦は第二次世界大戦末期の1944年から1945年において、年間1万両以上の T-34 戦車を大量に製造したが、その頃のソ連にはそれだけの工業力があったな。しかし、今のロシアにはそれだけの工業力がないばかりか、
近年の高度なシステムによって複雑化した戦車を年間数百両ペースで製造する生産能力を持っておらず、西側諸国においてでさえ最新型の戦車を急遽増産できるほどの生産能力はないぜ。このインタビューにおけるプーチン大統領の発言中で注目したいのは増産する1600両の中に近代化も含んでいる点であり、おそらく今のロシアで生産されている戦車は新規生産ではなく、近代化を施した車両がその多くを占めているとの見方があるね。実際にロシア軍が最前線に投入している T90 戦車は初期型の既存の T90 の改修モデルである T90M で、1992年収益のこの旧型タイプの T90 をロシア軍はウクライナ侵略以前に350両保有していたんだ。ロシアは T90M を200両生産するとしているんだけど、現在最前線に送り込まれている T90 戦車はおそらくは新規生産されたものではなく、この既存の T90 に近代化改修を施してアップグレードされたものと考えられるよ。この T90M のほか、ここ数ヶ月では最前線でもよく見かけるのが T62M だが、これも1962年に運用が始まった第二世代主力戦車の T62 の近代化改修版であり、その多くが倉庫で眠っていたモスボール保管された車両で、ロシア軍では3年がかりで800両の T62 を T62MV に近代化するとしていることなどからして、プーチンがインタビューで語った今後3年で生産される1600両のうち、少なくとも1000両は現在保有している保管在庫含む戦車の近代化ということになり、フォーブスジャパンの記事にあるようにロシアの戦車生産能力が向上しているという主張は怪しいな。さらにロシア軍は1950年代に収益した T54-55 戦車をやはり保管倉庫から引っ張り出し、移送する様子が確認されていて、こちらも近代化した上で戦線に投入されるものと推測されており、これもプーチン大統領が語った新しく生産する戦車の中に入るとするならば、残りの600両もまたそのほとんどが既存戦車の近代化と思われると指摘する声が上がっているぜ。このように考えるならば、フォーベスジャパンの記事が主張しているように、ロシア軍の T90 の損失がここ最近で増加しているのが、保有していた350両の旧タイプの T90 に近代化改修を施した T90M であるならば、新たに最前線に届けられて配備数が増えというのは正しいが、そのことが直ちにロシアの軍需産業の戦車生産能力が向上したとは言い切れないってわけだ。しかもこの最近のペースでウクライナ軍に破壊され続ければ、350両あった T90 の在庫が枯渇し、最前線の T90 が減少一方になる可能性があるだろうな。フォーベスジャパンの記事では T90 の損失の急増は、ロシアの大量虐殺的な戦争にとって良いニュースだと考えるのは甘い見方だとして、だが、ロシアの戦車産業が取っている戦時体制が徐々にではあるがうまくいっているとしているが、その戦車産業がうまくいっているのが近代化改修だけである可能性は否定できず、ロシアの戦車生産能力がウクライナ侵略戦争における損失を上回るとするのはやや早計であろうとの見方が多いみたい。さらにこのフォーベスジャパンの記事を書いたライターは、ウクライナ軍で懸念されるのはウクライナ国内の主力戦車工場であるハルキウ州にあるマリシェフ工場が、未だに新型戦車を生産していないことだとして、外国から供与される戦車が頼りのウクライナが、自国の戦車を生産していないことが不安材料だとしているんだって。しかしながらウクライナ国内では今、ドイツの主力戦車レオパルト2を生産している防衛産業企業のラインメタル社が、ウクライナ国内に戦車生産工場の設立を推進していると明らかにしているなど、今後ウクライナ軍の装備は西側諸国のものに置き換えられと見られていて、旧ソ連ロシア製の戦車や装甲戦闘車両を、改めて国内で生産する必要性が薄くなっていると指摘されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月17日、ウクライナ軍が南部ザポリージャ州のアゾフ海沿岸の港湾都市、ペルジャンシク近郊の飛行場と、同じくルハンシク州の州都ルハンシク近郊にあるロシア軍の飛行場に攻撃を実施したね。それにより、
飛行場の兵員や防空ミサイルシステムに対して損害を与えたことを明らかにしたな。そうだね。さて今回はウクライナ軍がアメリカから供与された ATACMS を使用した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍はこの日、2022年2月24日の侵略開始以来ロシア軍に占領されている。ウクライナ東部ルハンシク州の州都ルハンシクと南部ザポリージャ州のペルジャンシク近郊にある飛行場に対して、正確に狙いを定めた攻撃を実行して、飛行場に駐機していた攻撃ヘリコプターや周辺に配備されていた、防空ミサイルシステムなどを破壊したとしたが、ウクライナ軍この攻撃にATACMSを使用したかどうかについては触れていないよ。また、ロシア国防省からはこの攻撃についてのコメントは特に発表されていないが、ロシアの軍事ブロガーの多くは今回の攻撃について言及しており、そのほとんどはATACMSによる攻撃でロシア軍の兵士と装備に損失が発生していると伝えているんだ。この攻撃についてアメリカのウォールストリートジャーナル WSJ が、ウクライナ軍が攻撃に使用したのは、アメリカがウクライナに供与することを約束していた短距離戦術弾道ミサイル MGM-140 ATACMSであるとして報道していたが、同17日にウクライナのゼレンスキー大統領が恒例のビデオ演説において、バイデン大統領との合意が確実に履行されたことに感謝するとした上で、ATACMSは極めて正確に目標を攻撃することができていると述べたことによって、攻撃に使用された兵器がATACMSであったことは間違いないと見られているな。MGM-140ATACMSは、アメリカ陸軍が開発を進めていた地対地ミサイルの一種で、ロッキード・マーティン社が製造を行っているぜ。アメリカ陸軍を中心に西側諸国で運用されている多連装ロケット砲システム MLRS-M270、M270IPDS-M270A1 などのほか、高機動ロケット砲システムハイマースから発射することが可能な、射程 300km の短距離戦術弾道ミサイルで、地対地ミサイルではあるものの、シーカーを変更することで対艦能力を付加することが検討されているというね。ATACMSは他の MLRS 用ロケット弾が6発装填可能なコンテナと同じサイズと形のコンテナに1発入のみ装填され、6発入りコンテナと同様に6個の蓋や筒状の外装が取り付けられていて、外見からは中身が、ATACMSなのか 227mm ロケット弾なのかがわからないようにされ、この偽装によりどちらを発射する部隊であるかを敵が察することができないように秘匿しているみたい。今回攻撃を受けたとされるペルジャンシク近郊の航空基地は現時点の最前線から 100km ほど離れていることからも、ウクライナ軍が攻撃に使用したミサイルがATACMSであることは間違いないと見られていたが、攻撃を受けた現場からATACMSのものと特定可能な破片が発見され回収されていることが、ロシア側によって SNN などへ投稿された画像によって、その使用が確実視されているんだ。発見された ATACMS 残骸は、ロケットモーターとビブの操舵翼ユニットと見られ、さらには搭載されていた M74 対人飛走行目標用クラスター子弾の破片なども発見されているね。このようにロケットモーター部分や操舵翼などが爆発せずに形を残したまま無傷で落下しているのは、着弾してミサイルの弾頭がクラスター弾頭型であるために、小弾が収納されていたカーゴ部分を切り離した後の親弾体は爆発することなく、そのまま落下するためだな。このロケットモーターの部品に書かれていた数字が、ATACMSが1996年10月製10/96と、1997年9月製9/97との2通りであることが分かり、このことから今回の攻撃には、少なくとも2本以上のミサイルが撃ち込まれているとされているが、見つかった残骸が今回発射されたミサイルの総数ではない可能性があるぜ。ウクライナ軍参謀本部が翌日10月18日にATACMS発射の際に撮影したとする動画を XQTwitter に投稿しているが、その動画からは少なくとも煙を噴射しながら地上から発射される飛翔体が3発映っており、この動画が17日の攻撃時の発射シーンであることが事実とするならば、ウクライナ軍は少なくとも3発のATACMSを発射したことになるよ。
現在アメリカから供与されているエイタクムス M39A1 はブロック IA と呼ばれているやや古いタイプで、その射程は 300km で、弾頭には M74 対人飛走行目標用のクラスター小弾が275個搭載されているんだ。アメリカ軍では国際社会におけるクラスター弾に対する非人道性への懸念から、現在生産エイタクムスはバットと呼ばれている戦車などの装甲戦闘車両を破壊可能な、無動力滑空型誘導式のタンデム成型作薬庫爆弾13発が搭載されるブロック2の生産が進められていて、一部はバット無動力滑空型誘導式庫爆弾を6発に減らして軽量化を図り、射程距離を延伸させたブロック 2A の生産も進められていると見られているみたい。ただしアメリカ軍では M39A1 と、もう一つ前のモデルで M74 個爆弾が950発搭載されて、射程 165km の M39 も保管在庫として保有しており、ウクライナに供与されたエイタクムスはこのタイプである可能性もあるというぜ。ATACMS M39 の生産は1997年7月に終了となり、その後は M39A1 の生産が1997年8月から2003年まで行われているな。このため発見された破片のうち1996年10月製と記載されていたものは M39 である可能性が高く、最初期型の27年前の在庫がまだ残されていたことを物語っているわけだ。なお、エイタクムスの保管貯蔵期限は製造から10から13年とされているが、期限が切れたからといって直ちに廃棄されることにはならず、さらに貯蔵するための補修作業が実施された上でリセットされ、また新たに10から13年の期間保管貯蔵されていて、対人飛走行目標用クラスター型のブロック1とブロック IA の一部が戦時の緊急用として使用できる状態で残されていて、ウクライナにはまずその古い在庫から供与されているものと見られているよ。この M74 対人飛走行目標用クラスター師団は、戦車など装甲車両などの装甲を貫通して破壊するような威力はなく、建築物や橋梁などの構造物への打撃にも適しておらず、最前線後方の飛行場やのぞみの弾薬集積場や、物資集積場に臨時に作られた兵舎などへの攻撃に適していることから、今回の飛行場攻撃に使用されたものとされているんだ。しかし、エイタクムスのクラスター弾頭型は残っている在庫数は少ないと見られていて、今後は現在のアメリカ軍の保有分の主力であるバット弾頭型の供与が進められていくのかどうかが注目を集めているぜ。エイタクムスは弾道ミサイルで飛翔最高速度がマッハ3とされていて、ウクライナ軍が現在ロシア軍の後方兵站攻撃に使用している。イギリスとフランスから供与されたストームシャドウスカルプ EG 巡航ミサイルの速度マッハ 0.8 と比べて4倍近くも速度が速く、その高速力によってロシア軍の防空ミサイルによる迎撃を突破する確率が高いことが特徴とされ、ロシア軍の後方兵站施設をロシア軍砲兵の射程が届かない安全な後方から攻撃が可能となることで、ロシア軍の兵站を最前線から大きく後方に下げることができるわけだ。そのことでロシア軍は最前線への補給が困難となり、戦力低下を招くことが期待されているのであるが、エイタクムスは非常に高価で一発あたり72万5千ドル約1億850万円とも言われており、高価であることからアメリカが保管している在庫数は決して多くないため、ウクライナに供与できる数も限られているとされ、ウクライナ軍はこの先ロシア軍後方の軍事関連施設や橋梁などの目標に対しては、この ATACMS や航空機から発射される射程250クムのストームシャドウスカルプ EG 巡航ミサイル、あるいはアメリカが供与を約束している射程 150km でエイタクムスと同じく、MLRS から発射可能な GLSDB 地上発射型昇降系爆弾などから使用する兵器を厳選する必要があるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。6月初旬に始まったウクライナ軍による反転攻勢作戦は5ヶ月目に入ったんだけど、ウクライナ軍の進撃速度は遅々として当初の計画ほどの進展が見られていないとされ、
西側諸国のメディアなどの間では一部にウクライナ軍の反転攻勢は失敗したとの声まで上がっているね。しかし、それでも南部ザポリージャ州では鉄道交通の要衝とされるトクマクを守るロシア軍が、幾重にも重なる塹壕や遊の波と呼ばれる対戦車防御用障害物などによって構築された30の防衛ラインのうち、第1防衛ラインを突破してロボケネを突破して第2防衛ラインに到達したとの情報もあって、わずかながらでも前進していることが確認されているらしいな。さて今回はウクライナ軍が南部ザポリージャにおいて、ロシア軍補給線の遮断を画策している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このザポリージャ州における反転攻勢の攻撃軸の目標はトクマクのさらに南約 60km にあって、アゾフ海に近い要衝の町メリトポリの奪還とされているのだが、ここまでの進撃速度ではこの冬の訪れまでに到達できない可能性の方が高いと見られているんだ。ウクライナ軍がメリトポリ奪還を目指すのは、ロシア本土からドネツク州を経てアゾフ海沿いをヘルソン州までつながる補給路としての陸の回廊を遮断することにあり、このことで2014年にロシアにより一方的に併合されたクリミア半島に駐留している、ロシア軍を兵糧攻めにして弱体化させて撤退を促し、最終的に奪還することにあるってわけ。メリトポリはアゾフ海に面してはいないものの、南にあるアゾフ海まで都市はなく北東のペルジャンシクと南西のクリミア半島をつなぐ幹線道路上にある要衝だよね。ウクライナ軍がメリトポリを奪還しない限り、クリミア半島のロシア軍は半島東端のケルチ海峡にかかる、半島とロシア本土のグラスノダール地方とを結ぶクリミア大橋が攻撃されて通行不能になったとしても、補給路が確保されウクライナ軍の目的は果たされないってわけだな。そのために、一部の西側メディアや軍事専門家は進捗を見る限りではウクライナの反転攻勢作戦は失敗するとしているのであるが、これについてはウクライナ軍がメリトポリに到達できなかったとしても失敗とは言い切れないとする見方もあり、その理由として、ロシア軍が兵站補給路として最も重要としている鉄道がアゾフ海沿岸を通らず、ペルジャンシクから内陸のトクマクに向けて大きく迂回していることが挙げられているぜ。つまり、メリトポリまでウクライナ軍が進出できなくとも、トクマクを奪還することでロシア軍が頼みとしている鉄道を抑えることができ、ヘルソン州南部やクリミア半島への補給の大半を遮断することになるのというのがその理由だな。しかしながら、そのトクマクまでにはまだロシア軍の防衛ラインが残されていて、ウクライナ軍がそれを突破するにはかなりの時間が必要と見られているぜ。ただ、ウクライナ軍にはアメリカから供与された、高機動ロケット砲システムハイマースやイギリスなど北大西洋条約機構NATO から供与された、同じくアメリカ製の M270 の多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、射程距離90グムとされる GPS 誘導タイプのグーディドマルティプルローンチロケットシステム G マースロケット弾 M31 があり、その他にも同じく NATO 諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能な、アメリカ製の長射程 GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどもあり、ロシア軍の榴弾砲やロケット砲の射程の後方から兵站を精密に攻撃することが可能なんだ。ウクライナ軍がザポリージャ州の戦線において、ドイツ製のレオパルトにやイギリス製のチャレンジャーにといった新世代の主力戦車をはじめとする、西側諸国から供与された最新型の歩兵戦闘車に装甲兵員輸送車などが配備された第47機械化旅団や、第82空中強襲旅団といった新編成の虎の子的な強力な旅団がこの夏、多大な犠牲を払いながらもロボティネ近郊まで進出したことによって、トクマクを走る鉄道路線を砲撃できる射程内で安全な場所を確保したことになり、兵器や弾薬を輸送する列車への攻撃が可能となったことだけでも反転攻勢作戦は成功したとする見方もあるよ。さらにウクライナ軍には、イギリスとフランスが共同開発した。射程距離 250km とされる空中発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG なども、ロシア軍後方の兵站施設や輸送路攻撃に使用できるほか、9月22日にはアメリカのバイデン大統領が、
ウクライナのゼレンスキー大統領がこれまでその供与を再三再四依頼していた 300km 東京射程を持ち、ハイマースや M270 などのマースから発射できる地対地ミサイルエイタクムスを供与することが決定されたと報じられたんだ。アメリカ軍が運用しているエイタクムスは 300km もの長い射程を持ち GPS 精密誘導が可能な巡航ミサイルで、正式名称は MGM-140 アーミータクティカルミサイルシステムエイタクムスだね。このエイタクムスは、227mm ロケット弾 M26 と同様に、面性圧用クラスター小爆弾 M74 を多数搭載するタイプと、6から13個の無動力滑空型誘導式小爆弾 BAT によって装甲車両を破壊するタイプがあり、BAT とは発射された後にミサイルの弾体から切り離されると主翼を展開して飛行し、滑空しながら内蔵されている音響センサーや赤外線センサーなどによって、あらかじめインプットされている目標を捜索して攻撃する誘導式爆弾で、弾頭にはタンデム式成型索薬弾2個の索薬を時間差で爆発させ、1個目で複合装甲を破壊し、2個目が車両の内部に高熱の爆風を起こすが搭載され、戦車などの装甲戦闘車両や防御された軍事施設の破壊に用いられるよ。ウクライナのゼレンスキー大統領は、戦車などの戦闘車両だけでなくロシア軍の後方部核にある兵站施設や、補給路なども攻撃可能なこの 300km 射程の長距離ミサイルの供与を強く望んでいたが、アメリカのバイデン大統領はこのミサイルを提供することでロシアのプーチン大統領が、核兵器の使用に踏み切る可能性を懸念して供与を拒んでいたんだよな。しかしプーチン大統領は、バイデン大統領がロシアを刺激して戦争がエスカレートするとして拒んできた。新型主力戦車の供与決定に対しても、戦車よりもゼレンスキー大統領が供与を切望する。アメリカ製戦闘機 F-16 ファイティングファルコンをオランダやデンマークが提供するとの決定に対しても、特段の反応を見せなかったぜ。そしてさらに、射程距離 250km とされる空中発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG の提供についても、プーチン大統領がリアクションを見せなかったため、ついにバイデン大統領はエイタクムスの供与を決め、NATO 諸国の F-16 の供与を承認したってわけだ。このバイデン大統領の弱腰ぶりには各方面から批判が上がり、バイデン大統領の読みの甘さを指摘する声が多いらしい。また、エイタクムスの提供以前にウクライナへ供与される長射程兵器として発表されていた、同じくハイマースなどのマースから発射可能なロケット弾で、射程距離 150km の地上発射型小型爆弾システム GLSDB グラウンドローンチとスモールダイアメターボムについてはその後続報がないものの、また、西側諸国のメディアや軍事専門家の中で、ウクライナがトクマクを奪還したとしても、ロシア軍は新たにアゾフ海沿岸に鉄道を敷こうとしているとの声が上がっているが、いかにロシアといえどもマリウポリからメリトポリまで海岸沿いの湿地帯が多いおよそ 200km の距離に、鉄道線路を施設するのは容易ではないよ。また、ウクライナにエイタクムスが供与されれば、ウクライナ軍はこれまで以上に安全な場所からメリトポリへの攻撃が可能となり、この先ウクライナ軍がトクマク奪還に手間取ったとしても、いつでもクリミア半島への補給を遮断できることになるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍に供与されたドイツ製の新型戦車レオパルト2は A4、A5、A6、A6M などが、北大西洋条約機構NATO諸国を中心に運用されていて、本国のドイツとデンマークでは最新の 2A7 が配備されているよ。レオパルト 2A4 では砲塔の装甲が地面に対して垂直方向であることが特徴だが、2A5 以降の第二世代では砲塔部分に鎖型の追加装甲が装備されているほか、多くの改良が加えられているぜ。さて今回はそんなレオパルトについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、すべてのタイプのレオパルト2の主武装はラインメタル射程の 120mm 滑空砲だけど、A5 までは44口径なのに対して A6 以降は55口径と砲身長が約 1.3 メートル延長されているため、
砲弾の初速が向上して有効射程が延伸されたよ。ウクライナ軍にはこれまでにこの長砲身のレオパルト 2A6 が21両提供されたが、それらは陸軍第47機械化旅団に配備されて、同旅団が投入された南部ザポリージャ州のロボティネから未だにロシア軍の占領下にある交通の要衝トクマクを経て、アゾフ海に近い主要都市メリトポリに至る約 80km にわたる反転攻勢軸で前進を続けている軍団で任務に就いたんだ。しかし、第47機械化旅団は今年の6月上旬の反転攻勢作戦開始当初に、ロシア軍がトクマク防衛のために構築した、塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車障害物や通常ではありえないほどの高密度の地雷原による見えの防衛線の、一番外側の第一防衛線への攻撃に際して、この貴重なレオパルト 2A6 を3両一気に失う失態を犯し、軍事専門家に叩かれ西側にメディアに大きく報道され、それらの中にはレオパルト2は役に立たないなどとする声も出るほどだったぜ。このことで第47機械化旅団ではレオパルト 2A6 の運用方針を変更し、長射程の55口径 120mm 滑空砲と、昼夜24時間使用することができる高性能の照準装置を活かして、夜間に後方から砲撃を加える、いわば自走砲的な使い方で、地上部隊の近接火力支援兵器として活用し、戦果を上げていたってわけだ。それは西側から供与された強力な戦車を失いたくないためであろうとの見方があり、レオパルト2を撃破したとロシア軍の宣伝に使われ、西側諸国が動揺して支援の流れが滞ることを恐れたためと言われているな。ただ、西側諸国の新型戦車はレオパルト2にせよ、イギリスから供与されたチャレンジャー2にせよ、現在アメリカから届くとされている M1 エイブラムスにせよ、ロシア製の戦車よりも長射程であるがゆえに、やや後方から最前線を支援する運用戦術は理にかなっているとの見方もあり、実際にザポリージャ州の戦線ではウクライナ軍が第一防衛線を突破して第二防衛線をも超えたとされる前進を見せているぜ。しかしながら、ここに来て第47機械化旅団が9月29日、SNS にレオパルト2が歩兵戦闘車などの戦闘車両や歩兵部隊とともに、ロシア軍部隊と交戦している様子が撮影された動画を公開したみたい。第47機械化旅団の部隊がザポリージャ州とされる平原を南下している様子が撮影されていて、アメリカ製の M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車とレオパルト 2A6 が並んで走行していたんだ。すると映像では、遠方に砲弾が着弾して爆発する様子が映され、撮影者の頭上にもロシア軍が、近くの森林から発射していると見られる機関銃弾が飛び交うと、M2 ブラッドレイが少し後退した上で、車体後部のスロープを下ろして、内部に乗り込んでいた M16 自動小銃と対戦車ロケットで武装した歩兵6人が展開し、ロシア軍が掘った塹壕に飛び込んで身を隠す様子も映されているよ。そして M2 ブラッドレイが後退したところにレオパルト2が 122mm 四砲を発射しながら前進し、ロシア軍による対戦車ミサイルの狙いを外すためか、機敏に前後に車体を動かしながら、砲撃を続けているんだけど、このような動きは西側の新型戦車しかできないとされているんだ。なぜならばロシア製の戦車の変速ギアには後退リバースがなく、そのため高速での前進と後退を繰り返すことができず、おそらくロシア軍兵士たちは西側戦車のその動きを予測できないとウクライナ軍が考えていることが伝わってくるぜ。そして動画にはレオパルト2から発射された砲弾の着弾点は撮影されてはいないものの、命中を喜ぶウクライナ兵の歓喜の声がしっかり録音されていたらしい。この動画からレオパルト2が、後方からの歩兵部隊への近接支援の任務から最前線での突撃に参加するように、変更されたと判断するのは早計であるが、この強力な新型戦車が自走式榴弾砲とは違う、戦車であることを改めて認識させられたことに間違いはなく、これまでウクライナ軍の戦車を悩ませていたロシア軍が、濃密に地雷を敷き詰めた地雷原が薄くなり、安全に戦車を前線に出撃させられる状況になったことを意味していると指摘する声があるな。そして、ウクライナ軍がこれまでも実施してきたように、侵略戦争開始当初から悩まされてきたロシア軍の榴弾砲や、
多連装ロケット砲システム MLRS に対して、供与された大砲兵レーダーを駆使してその所在を炙り出した上で、移動する前に素早く攻撃を加えているほか、高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などのアメリカ製 MLRS から発射される GPS 誘導の長射程ロケット弾や、西側諸国から供与された 155mm 榴弾砲から発射可能なやはり長射程のアメリカ製の GPS 誘導砲弾 M982 エクスカリバーなどの、アウトレンジ攻撃によって後方の兵器庫や弾薬庫を破壊しながら、それらの数を減らして消耗を強いてきた効果が現れ、ロシア軍による火力が大きく減退したことも大きいというよ。NASA が森林火災の発生場所などを把握するために活用している人工衛星から観測している地上の熱源データによると、2023年7月のウクライナ東部のドネツク州、ルハンシク州、ハルキウ州3つの州においては、熱源の数が、7月1日から10日までの12日間で2903件確認されていたのに対して、10日から20日までの12日間では662件、20日から30日までの12日間では657件と、1日から10日の上旬と比べていずれも2割程度にまで減少していることが明らかになっているんだ。アメリカのシンクタンク戦争研究所が7月16日に公開した分析では、ウクライナ軍がアメリカから供与された、ハイマースの長射程ロケット弾などによってロシア軍の後方にある弾薬庫などを破壊した結果として、7月10日頃からロシア軍の砲撃が大きく減り、それが熱源の大幅な減少にも反映されたと見られるとしているね。軍事専門家などの間では、ウクライナ軍はロシアの MLRS については はほとんど破壊できていないにもかかわらず、この NASA の衛星のデータを見る限りにおいて砲撃数が減っているということは、前線のロシア軍にロケット弾などの弾薬が届かなくなっていると評価すべきであるとして、ウクライナ軍の長射程兵器によってロシア軍後方の補給拠点が破壊され、弾薬そのものが届かなくなっているためであろうとの見方が出ているな。さらに、ロシア軍は弾薬庫を破壊されている状況に対応するため、武器庫や弾薬庫をハイマースの、M31 ロケット弾の 90km とされる射程よりさらに遠い場所に、しかも数箇所に分散させ始めたが、そのために輸送効率が大きく下がり、前線に届く弾薬の数が結果としてさらに減ることになり砲撃ができなくなっている可能性があるとして、ウクライナ軍がアメリカから供与されている GMLRS や、イギリスとフランスから供与されている空対地巡航ミサイル、ストームシャドウなどによる長射程ロケット弾やミサイルによる攻撃がロシア軍の兵站運用に打撃を与えていると指摘しているぜ。ウクライナ軍が濃密な地雷原を突破し、ロシア軍の砲撃を沈黙させることに成功している結果から、この先の地上戦においては供与された西側戦車が最前線に登場することによって、ウクライナ軍の前進速度がさらに高まる可能性が出てきたとする見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年9月21日、ウクライナ各地の民間電力インフラ施設などが約半年ぶりにロシア軍からのミサイル攻撃を受け、一部の地域で電力インフラ施設や設備が破壊され、停電が発生したことを発表したよ。ロシア軍は2022年の秋から2023年にかけて毎日のように、ウクライナ各地の電力インフラなどの民間施設をミサイルやドローンで攻撃して、停電が長期間続かせて一般国民を苦しめていたが、ここ半年ほどは攻撃がなかったよな。2023年の夏が過ぎここからは厳しい冬に向かっていく中で、再びウクライナの一般国民の暖房のエネルギー源である電力を奪う攻撃を再開するのではないかと警戒する声が広がっているぜ。そうだね。さて今回はそんなロシア軍がウクライナの民間インフラを攻撃し、ウクライナ軍がロシア軍の空軍基地を攻撃した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、停電の被害についてはウクライナの国営電力会社ウクルエネルゴが明らかにしたところによると、ロシア軍は21日、首都キーウの他にも西部リウネ州、中部ジトーミル州、
東部ハルキウ州などの都市の電力インフラを攻撃して破壊したとして、同社はロシア軍の攻撃が収まって安全が確保できた地域から順番にインフラの復旧作業を進めているというよ。また、ロイター通信によると首都キーウでは9歳の少女を含む7人が負傷したほか、ミサイルの破片が落下したことによって、複数の住宅などの民間の建物が損壊したと報じられていて、この攻撃が昨年来からのロシア軍による非人道的な無差別爆撃の復活であることを伝えているんだ。一方でロシア国防省は21日の攻撃は軍事拠点を攻撃したものであるとする声明を出しており、民間インフラへの攻撃ではないとしているが、これまでもロシア軍はウクライナ軍施設を攻撃したと発表しながら、ウクライナの都市の一般住宅や民間施設の攻撃を繰り返してきたため、その言葉は信じられないとの見方がほとんどだぜ。またロシア軍は同日、南部ヘルソン州でも民間の共同住宅などを攻撃していて、そこでは5人が死亡し10人が負傷したと伝えられているほか、19日に東部ハルキウ州のクピャンスクにもミサイル攻撃があり少なくとも6人が死亡したとされ、20日には中部クレメンチク州の製油工場がドローンによって攻撃され火災が発生したとの情報もあるな。このようなロシア軍による非人道的な一般市民を狙う無差別ミサイル&ドローン攻撃が復活したことについては、先に述べたようなロシアの侵略を受けてから2度目を迎える冬に向けて、暖房を使えないように電力インフラを破壊してウクライナ国民を氷漬けにして戦意を削ごうとする、ロシア軍の可能性が高いと見る反面、先日から度重なるウクライナ軍によるロシア本土やクリミア半島への様々な攻撃への報復と見る向きもあるみたい。ここ数日のウクライナ軍によるクリミア半島及びロシア本土に対する攻撃は、18日にロシアの首都モスクワから北東約 30km にあるチカロフスキー空軍基地に対して、工作員による爆破工作を実施して航空機2機とヘリコプター1機を破壊したことをウクライナ国防省情報総局が20日に明らかにしたよ。当局情報によると工作員所属などは未確認とされているが基地の航空機に爆発物を仕掛け、ロシア空軍第354特殊部隊連隊に所属するアントノフ148型旅客機とイリューシン20情報収集機に、ヘリコプターを爆破したと説明した上で、破壊されたすべて機体は損傷が激しく修復は見込めない状態にあるとの見方も示し、ロシア連邦捜査委員会がチカロフスキー空軍基地の被害や破壊工作などについて調べているというんだ。この破壊工作に対してロシア側からの発表はなく、ロシア国内の一部のメディアがチカロフスキー空軍基地付近で火災が発生したことを報じたものの、その詳細は伝えられていないみたい。また、クリミア半島においては二重化、ウクライナ軍がセバストポリのロシア海軍黒海艦隊の司令部を攻撃したことをウクライナ軍が明らかにしているぜ。アメリカの CNN が報じたところによると、ウクライナ国防省情報総局のテレグラムチャンネルにこの攻撃についての投稿があり、攻撃したのはセバストポリ郊外にあるロシア黒海艦隊の司令部への攻撃に成功したと伝えられているが、その一方で、親ロシア派のセバストポリの市長はウクライナの攻撃は迎撃で阻止されたと主張していたらしい。22日になってロシア国防省が、セバストポリの黒海艦隊司令部がミサイル攻撃を受けて損傷したことを認める発表をし、それによるとロシア軍はミサイル5発を迎撃したとしているほか、当初はロシア軍人1名が死亡したと伝えていたが後に軍人1人が消息不明と訂正したぜ。この攻撃についてはロシア国営タス通信が多数の救急車が現場に向かったと伝えているほか、SNS 上にはセバストポリ市内で黒煙が上がる様子を撮影したとされている複数の画像が投稿され公開されていることから、ウクライナ軍のミサイル攻撃によって黒海艦隊司令部に損害が発生していることは間違いないと見られているね。ウクライナ軍では8月以降、クリミア半島にあるロシア軍基地や防空システムといった軍関連施設や設備への攻撃を増やしていて、国防省情報総局のアンドリー・ユーソフ報道官は、ロシアはクリミア半島をウクライナ南部戦線への兵站拠点としていると指摘した上で、それらを潰すことだけが目的ではなく、
最終的な目標はロシアに奪われているウクライナの領土であるクリミア半島を取り戻すことだと述べたよ。同時期にウクライナ軍はクリミアの露軍施設や艦艇を標的としたミサイルや自爆攻撃型の水上ドローンによる攻撃を強化していて、9月13日にはセバストポリ軍港の船舶修理施設をイギリスから供与されたストームシャドウと見られるミサイルとドローンによる攻撃を実施し、ドックで修理中だった大型揚陸艦と潜水艦に対して再起不能と見られる損傷を与えているんだ。また、ウクライナ軍はクリミア半島に5機が配備されているロシア軍の最新鋭の地対空ミサイル防空システム S-4400 に対して、8月23日にクリミア半島北西部のタルクハンクト岬にある1機をミサイルによって破壊したほか、9月14日にはそこから約 58km 南のエフパトリアにある1機も攻撃して、これまでに2機を破壊していて、このどちらの攻撃に対してもウクライナが独自で開発した地対艦巡航ミサイル、ネプチューンの最新型のものが使用されたと報じられているぜ。ネプチューンは、ウクライナ軍がロシア軍の侵略が始まった直後の2022年4月に黒海艦隊の旗艦であった、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワを撃沈したことで有名になったミサイルで、初期型は弾頭重量約 150kg、 射程は約 300km とされていたが、改良された最新型では弾頭約 350kg、 射程は約 360km に向上しているらしい。このネプチューンを開発したウクライナのルチ設計局では、地上攻撃に使用可能な GPS 誘導のレーダーシーカー目標捜索装置をネプチューンに初めから組み込んでいたとされ、これによって発射されたネプチューンは指定された GPS 座標へと誘導され、その座標地点に到達すると搭載されているレーダーによって地形形状を把握して飛翔しながら、あらかじめインプットされている目標を探知して攻撃することができるってわけだな。S-400 は、ロシア軍において最新最高の長距離地対空ミサイルシステムで、本来であればネプチューンのような巡航ミサイルを撃ち落とすことが可能なはずなんだけど、実際にはネプチューン撃ち落とすどころか、逆に破壊されたよ。これについて軍事専門家の間では、クリミア半島のロシア軍では防空レーダーと対空ミサイル間の相互支援ネットワークが崩壊を指摘し、アメリカのシンクタンク戦争研究所ではクリミア半島のロシア軍防空システムには、戦術的失敗が発生している可能性が高いと指摘しているな。さらにウクライナ軍は、この防空システム破壊と並行してロシア軍が防空レーダーを設置していた黒海上の石油天然ガス掘削施設も奪還しており、クリミア半島の残る3機の S-400 も破壊される可能性が高いと見られ、クリミア半島のロシア軍関連施設への攻撃がより強化されると見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。